多分ね、ちょっとも本筋に入って僕がこの本で、なんで、すごい心揺さぶられたかっていう、ね、これちょっと待って、この本の話全然してないけど大丈夫かな。いいじゃんいいじゃん、いいんだよ。この本から感じたこと。この本は、その,この、この人たちの物語で、まあ、要はゴッホの生涯を、この人たちを就職して語ったっていう本で。いい,い,いいよ、いいよ、もうそれは大丈夫。<laughs> で,でね、でね、でね。でねこれで 何が揺さばれたかってね、こうテオですよ、うん、テオがいやこれはもう事実でもそうなんですけど信じきれたでしょう最後まで。そうね、で,で僕ねそれまでねあその先ほどのこれじゃないけど生前に売れたのは1枚だけなのに書き続けられますかってことですよ。わかります、うん、ちょっと僕に例えていいですか たすらフィジカルクラブの動画を毎日出してるじゃないですか。うん、あれ全部コメント欄にね、もうこう、非難のコメントしか出ないんですよ。ブワーって。で、再生回数20回ぐらいです。でも謎に、こう、時々あるコメントは全部国評みたいな。<laughs> で、一向に伸びない。何枚出しても。これ普通 YouTuber じゃありえないですけど、うん、<laughs> 何枚出しても出せない。で、結局、 10年かやり続け、誰も見ないまま死んでいくっていう、その5年目ぐらいの時ってどうだったんみたいな、お互いね、テオもそう、だってこの人、1円もお金稼いじゃないですから、あのフィンセントはね。フィンセン,、ね、フィンセントっ,、うん、っていうことは、全部、テオも金持ちじゃないですからね。まあでも、仕送りしてたもんね、ずっとね。そう弟弟,弟がね、お兄ちゃんにね、仕送りできますそんな10年。 えー、っていう精神状態はちょっとね今じゃもう考えられない今じゃってか昔でも多分そうなんじゃないかなと思いますけど,そうど僕ねこれ正直思ってたんですけどなんかこのゴッホストーリーってテオがヒーローなんじゃないかなと思ってたんですよ主人公っぽさを感じるよねうんでよくよく考えると 林さんんもすすごい大事なんですよこのタイルタイルの中ではね中でも、ちょっと実際もそうなんじゃないかなと思うんですけど、うん、浮世絵持っていかなかったら印象派がこれほど盛り上がらなかった可能性をすごく感じるし、うん、あと、あの僕、テオと思ったんだけど僕ちょっとこれネタバレというか事実なんで言いますけどテオはゴッホが死んだ半年後に死ぬんですよ。なんと32歳ですよ。 そうねゴッホより若いもんねそうしかも梅毒ですよはあみたいな <laughs> であっえみたいなあ僕ねその何て言うかなこのゴッホが生きてる時にテオって画商だからゴッホの絵を売れよって思いながら読んでるわけよ <laughs>、うん、で売れるやろですよ多少はあんだけ書きゃひまわりもいいやん別になんで売れないのよみたいな、うん、で え死ぬのみたいな <laughs> え。えどうしたのってなってゴッホストーリーに最も大事なのはテオの奥さんだったんですね。ヨウさんね。そう。この人のおかげだったんかなとすごく感じました。結局だから2人とも死後に売れたってことだもんね。テオが売ったわけじゃないんだよね。そう、手を売れよ。 <laughs> でもさこれ難しいんだけどやっぱ身内って難しくないこういう時いやだちょっと待ってよその800枚の絵画どこに収納してたんって感じよ <laughs>、うん、いや、ね、当時絶対絵画もねこうなんていうかな額縁のあの画版もね決して安くなかったはずだよね、うん、だからあのタンギーじいさんってあの絵の具屋さんでそこに絵を絵の具代わりに うん、払えないからみたいな感じであげてたみたいなも、まあ、実際そうでしょうしね。とはいえねこれ倉庫何個分あったんっていうぐらいの絵の量だと思いますけどね。いやなんかさ実の兄弟だからこそなんかその良さは分かるけどでも身内美意だったり身内だからちょっと売れなかったりっていう部分もあるじゃない、うん、だからこそその手をは売ることが難しかったのかもしれない画商なのに 結局だって、その死後にヨ、洋さん、ヨハンナさんか。が、なんかその書簡をオランダ語にしたりとか、なんかその、展覧会開いて知名度を広げていくために頑張ったっていう話だもんね。で、確か、その絵の権利も全部この人が引き継いだんでしょあ、でしたよね。でしたよね。あし、うん。ま、いろいろもやもやした。だから、その、林さんもね、林さんじゃねえのってちょっと、もう後半読んでると、 おおいおい、もっともっとお前どうにかしてあげろよっていうもう,もうかわいそうでかわいそうでねこのゴッホがねゴッホ兄弟がゴ兄弟特にそのお兄ちゃんね絵描いてるあの耳切ったのがどうだったかよくわかんないんですけどなんかこのストーリーの中でもなんかこうあのすごい幻覚が見られたりとかあのあったじゃないですかであの、ね 例えが面白かったのはあのゴーギャンとのやり取りでもこう、椅子の絵が2枚送られてきたとかね。空っぽのね、誰も座ってない椅子が、そ,<う>そこからこう2人の中が危ないんじゃないかって察するところとかね、なんかすごく、僕、五本ネしか知らないから何も語れないけど、<laughs> 確かにこの500枚見てたら、すごい精神状態が分かるんですよ。 やっぱり、そうなんだらし見ても分かる感じだ分かる分かる。なんかね、やっぱあのひまわりって、アルルだったと思うんですけど、アルルにす最初、えっと、フランス、まあ、弟が合唱でやってたので、フランスに2年ぐらいいたのかな。で、そこから、ここはやっぱり、こう、ごみごみしてて合わないっていうことで、アルルに行けっていうことで行って、アルルの最初のゴーゴーギャンが来るまでっていうか、来てちょっとまでぐらいが、多分この、 ゴッホの中では一番こうピークな精神状態というか一番こうこうあの穏やかな精神状態だったという話で黄色い家って言われてますよねアルルの,ねあの,アルルの黄色い家に黄色いあのさっきのひまわりの絵を飾るわけですよ自分の部屋のそのために描くみたいなねすごいハッピーですよあのさっきの種まく人だってそう黄色なんですよねゴッホといえば。 そうね、なこれなんかいろいろ言われてるけどね、なんかリリそれもちょっと、それも謎,謎ですよね。謎だけど、これはまあ自,由自由感はありますけど、でも最後のね、あのおおオーベル・ワル・ショワーズ <laughs> あの最後の過ごしたところとか、あのあサン・レミかサンレミにいたときの、精神病院にいたときの,の空の上ねあのこのこの、この本の表紙ねあのこう、空がうねるようなやつとかね。 すごくなんかこう感じましたねこのこのねあのゴーホはねこの糸すぎっていうらしいですけどこの糸のような杉の木すぎが、ね、すごいだったっていうね,ね言われてますよねなんかこのうねった感じがねすごくなんかなんかこれストーリーがやっぱこう浮いて出てきますよねうんでもさなんかやっぱりこう,こういうのは あんまり軽々しく言ってはいけないだろうけど、そのアート系の人たちがこうすごいものを生み出すと,ところの背景に、なんかその病気だったりとかね、疾患みたいなものがある人がそこを抱えながら出してくるものが、よりアーティスティックだったりとかその、その既存の人にはない感覚だったり、ないものを表現系として出してくるっていうのはあるよ。 ここでビビッときたかっていうとねそういうアーティストみたいな人って多分世の中には結構いて、まあ、僕らだってアーティストですよそういう意味では。で <laughs> これストーリーなんですよこうナラティブだしコンテキストだしって考えるとすごいストーリーがこ,この例えばゴッホが あの僕らが時代がスリップするかゴッホが時代スリップしてこっち来たときに、うん、こんな広いんだみたいな感覚にちょっと僕すごくなったんですよ。うん、こんな苦しみの中売れない、うん、売れない画家をやってますって,って。だって僕らがねあの例えば問診しててね患者さんも問診してていや私、画家ですって言われたらえー、そうなんですかでも1万円も売れてませんって言われたらねあっ、そうなんだみたいな大して上手くないんだってそ,それで終わりそうですよ。なるほど だからそうじゃなくてねだからその,あの芸術に対する価値っていうのはすごくあの簡単ではない解釈はだからその何かをないものを作り出そうとしてる人に対するこう考え方っていうのが結構僕の中では由来だのかなと思うんですよ、ねうん、だからこのゴッホの絵画がすご,い絵画すごいんですけど絵画がすごいんではなくて。 このストーリーは他の画家に勉強したらいるんでしょうけどなんかいないんじゃないかなと思うようなこの,、ね、この8年間で多分その<ょ>人,人生そのものなんだろうなっていう感じはした,したけどね苦しんで大変だった人生を今回この,この本を通してやっぱり見たわけじゃないですか我らはだからこそ感情移入するわけでしょゴッホこにそ,<う>でその中で生まれてきて 来るさ来た作品だったっていうことがこう、しかもこれやっぱりすごくさ、フィクションとノンフィクションを織り交ぜながら、すごくドラマチックにこのタイルタイ書くじゃないですか。書く。で、こんだけの物語を聞かされちゃって、しかも実際にある絵をそれ、その目で見るっていうのは、やっぱりね、<う>すごく、なんか、かサイドストーリーを、いいサイドストーリーを見た感じなんですよ。<う>だから、あの、 あれ、ライナーノーツって言ってさ、あの、CD とか出たときに、その、サイドストーリーをアーティストがコメントしていくやつがあるでしょあれ見ると、もう全然その曲が違って聞こえちゃう。みたあの、今でも覚えてるけど、ニルバーナの <laughs> ネバーマインドを聞いたときに、その、ニルバーナ知ってますはいはいはい。 あ,あれ。頭がおかしい感じの人。そう,そうそう、カート・コバーンさんね。<laughs> で、もう俺、初めて、実はニルバンナー聞いたときは、もうピストル自殺しちゃった後だったんです。だけど、知らないから、当時、部分は。で、読んでた時、そのライナーノーツを読みながら、ずっとその狂記事みたいな <laughs> マーマインドの音を聞きながら、で、もう終わったんだけど、その読んでるときに、カート・コバーンナ自殺した、え、これ作った人自殺したんだって言って、で、シーンとなってるわけ。で、ところがあれ、 <laughs> 今でも衝撃で覚えてるけど、あの、隠しトラックがあるんでね。あ、ネバーマインドって。あれかなめっちゃ先にじゃなかったっけそう、めっちゃ先に、急になんかもう狂ったような音が、うーって始まるやつがあるわけ。一緒5分ぐらい読まれたっそ,れ <laughs> <laughs> そうそうそう。<laughs> で、俺だから、その、アルバムを聞き終えて、<ー>でも、ストップしてないから、ずーっとシーンとなって、こう、必死に読んでるわけ。 こんな人がこんなことが起こってうわカート・コバーンって思ってる瞬間に急に一気を聞きかれただけ。でその時の感覚は多分これ隠しトラックあるでちょっと聞いてみようっていう感覚で聞くのとは<ー>全く違う印象なわけカート・コバーンうわーこの人っていう感覚で聞くじゃない <laughs> でやっぱりなんか、まあ、もちろんそのアートってそういう先入観なしで聞いてなしで見てもいいけど そういうのがあるとよりなんかリアルに伝わってくる部分であったりその人の生き方が伝わってくるとそのもで出てきてるアウトプットされてるものの印象は変わってくるよねそういう話、ん、いやなんかすごい思い出したのだからそういうのを思い出す <laughs> あのほらほら前のね医師の教養のどっかでね共感とは何かみたいな話出たでしょはいはいはいそこでやっぱりその人の何でしたっけストーリーに入り込めることが まさに共感だよねっていうことで、先生の今の音楽だったり、このゴッホのストーリーこそ、やっぱりすごい、その場にいる感じに入れるな、すごくやっぱり感じれるんですよね。なんかね、なんか最近、なんでしょうね、あの、やっぱこう、患者さんと話すのすごい好きなんですよ、やっぱり。でなんかね、その時、どこか痛かったんですかじゃなくて、 なんかその時どう思いましたかっていうどう感じましたかっていうのを聞いてた方が結構なんか面白いっていうかなんか痛いっていうのはなんか想像つくけどどう感じるのかってその人によるからこのひまわりの絵を見てへったくそな絵だなって感じる人もいればそうだねなんか綺麗な絵だなって感じる人もいるしでもそこって意外とその人を知るきっかけになる一つなんかなとかちょっと そ,うだその、どう感じたかもそうだし、しね、その、生活にどう影響しちゃったかみたいなのを聞くとさ、これできなくなっちゃったんだよねとかいう方が入ってくるじゃ。うんうん,うんうんうん。だからその、まさにあのよく言う、家庭医療でいうファイフとか書き換えとか、ああいう話だよね。そうですね、そうですね。だからその時の感情とかね、その時の影響とか、そういうのを聞いてくると、なんか単に別に症状がいつあったとかっていう、そういう話だけじゃなくてっていう話。うん いやとはいえゴッホはうま生きてた時もうときは本当頭おかしい人ってずっといろんな人から思われてて耳切った後なんかまさにそうですよね多分奄美大島で耳切ったようなもんなんかなとかって読みながら思いましたけどなっちゃうねそうねそ田舎ではこうなんかこう、ね、ちょっとなんか変なことやっちゃうとあの人は変だって,ってこう追い出されてしまうっていうのが、ね、そうでしたね。